山本周五郎作月の松山その第6回第6章それだけですか？太次郎が言った。それだけだ。そうではない、もっと言うことがあるでしょう。太次郎は挑みかかった。あなたが言いたいのはそのことではない。他に言いたいことがあるはずだ。それを言ったらどうですか？出かけるときは明かりを消してくれ。と荒野が言った。私が言いたいのはそれだけだ。荒野は歩き出した。太次郎は前へ立ちふさがった。彼は自分が抑えられなかった。待ってください、言うことがあるんだ。その話はよそう。いや、私は言う。あなたも聞きたいはずだ。俺は聞きたくない、どいてくれ。どうしてもですか？まっぴらだ。太次郎はカッとなった。宗木さんと言って思わず相手の腕を掴んだ。荒野は振り離そうとした。太次郎はその腕をぐいっと引いた。すると荒野は、あっと苦痛の叫びを上げ、全く力を失って横様に倒れた。太次郎はぎょっとし、いっぺんに興奮から覚めた。荒野の叫びには鋭い苦痛の響きがあったし、その腕から感じた体には力の抵抗がなかった。少しの抵抗もなしに荒野は倒れ、そうして右足を素早く縮めたまま地面の上に手をついていた。太次郎は水を浴びたように興奮から覚め、手を貸して立たせようとした。勘弁してくださいと太次郎は言った。乱暴するつもりじゃなかったんです。酔ってるんだ、すみません。太次郎はおろおろした。ついカーッとなってしまって。どこか痛めたんですか？少し酔ってるんだ。荒野はようやく立ち上がった。もういい、大丈夫だ。そして顔を背けて歩き出した。右足を引きずるようなひどく不安定な歩きぶりであった。宗木さん、太次郎が呼びかけた。明日にしよう。荒野は自分の住まいの方へ去った。太次郎はそれを見送りながら、表現しようのない混乱した感情に捉えられた。暗い杉林の中の甘やかな香料の匂いと、桂の火のような喘ぎとがあまりにもろく倒れた荒野の姿と重なり合ったり、離れ離れになったりして、彼の思いをかき乱すようであった。明日にしよう。太次郎はつぶやいた。そうだ、明日になれば何かわかるかもしれない。しかし明くる日になっても荒野の態度に変わりはなかった。ただ一つだけ気がついたのは、荒野の動作にどこかしら力がなく、注意してみると右足を少し引きずって歩くことである。またもう4月中旬だというのに、いつも足袋を履いていた。道場へ出ても脱がないし、稽古袴を裾下がりに履いて、ほとんど足首まで隠すようにしていた。あの時転んでくじいたのだろうか。太次郎はそう思った。けれどもずっと前からそんな風だったようにも思えた。何かある。確かに何かある。彼は荒野の様子に絶えず注意しだした。それから数日後、西山村の河野から使いがあり、坪田の小作人がまたことを起こしたと知らせてきた。太次郎は荒野に言われて、用人の又の孫右衛門と一緒に西山へ行った。そして明らかに地境が無視されているのを見て、その次の日、太次郎は小泉村の坪田へ一人で掛け合いに行った。坪田では主人が留守だし、こちらは何も知らぬと言うばかりだった。穏やかにしていてはダメです。太次郎は荒野に報告した。
明日は郡代役所へ寄って役人も一緒に連れて行きます。それがいいだろう。荒野はうなずいた。坪田にはよく松平家の人間が来ている。一人はこの道場へ通ったことのあるたちの悪いやつだ。日野和右衛門でしょう。私は彼が破門されたのも知っているし、昨日も坪田で会いましたよ。喧嘩を売ろうとしなかったか。こっちで相手にしません。私が行きたいんだが。と荒野が言った。彼はごくたちの悪い人間だから。しかし役所の者を連れて行けばいいかもしれない。大丈夫です。決して喧嘩なんかしませんから。あくる日、大二郎は帰ってきて、掛け合いがうまくいったと報告した。郡代役人を現場へ案内し、地境が荒らされているのを見せ、それから坪田へ行った。坪田では主人の与兵が出て謝り、何かの間違いだろうからすぐ小作人たちに中止させると答えたそうであった。明日行って確かめてきます。大二郎はなおそう言った。本当にやるかどうか確かめて、やらなかったらその足で坪田へ行きます。大二郎は気負っているようであった。荒野はちょっと不安だった。大二郎があまり気負っているので間違いでも起こらなければいいがと思った。しかしその日行ってきた大二郎はあっさり、見届けてきました、あれなら大丈夫でしょうと言った。極めて無造作なので、どんな様子か聞き正す余地もなかった。彼は付け加えて言った。念のためにもう一度言ってみますが、しかしあれなら大丈夫だと思います。荒野はそうかとうなずいた。その夕方、荒野は城下へ出かけた。長道は歩けないので、街道口の車屋で馬を借りていった。知人に見られないように橋を渡って縄手道の途中から裏道へ回り、武家屋敷の方から町へ入ると、桶屋町の富士重という料理屋へ馬を預け、そこから歩いて御影道園の家へ行くのである。いつかは、それもそう遠い先ではない、いつかはわかることだろうが、その時が来るまでは人に知られたくなかった。日も夜も彼を捕まえて離さない恐ろしさと絶望感とは、彼以外の誰にも理解されるものではない。それを知られて哀れまれたり同情されたりすることは、苦痛を二重にするばかりである。彼はどんなことをしてもその事実を知られないようにと努めた。治療を受け、薬をもらって出ると、荒野は富士重へ戻って酒を飲んだ。半月ほど前から患部が痛み出して、痛みを止める薬を用いるようになっていた。この薬が倍量になったらと道円は言った。お気の毒だが、どうか諦めてください。諦めるという意味は明瞭である。荒野は酒を飲みながら、今日もらった薬の量が明らかに増えていることを思った。来なければ押しかけてゆくさ。今度は必ずものにしてみせる。隣座敷で客たちの話しているのが聞こえた。三人ばかりいるらしい。もう酔っていると見えて声が高く、こちらへ筒抜けに聞こえてきた。酔わなければならない。荒野は汁碗の蓋でぐいぐい飲んだ。第七章。早ければ百日と言われた。その百日がすでに七十日近く経っている。また医者の予告した症状がほとんどその予告通りに経過していた。それを忘れようとして荒野は乱暴に飲んだ。山本周五郎作、月の松山、その第六回、第七章、途中まで。2021年4月23日。